ラグビーワールドカップ2015日本対南アフリカは2015年9月19日にイングランドブライトンで行われたラグビーワールドカップ2015の試合である。これまでワールドカップで通算1勝2引き分けを挟んで16連敗中だったワールドラグビーランキング13位の日本代表が過去2回の優勝経験を持つ同ランキング3位の 南アフリカ代表を34の32で破る番狂わせが起こった。世界中にブライトンの奇跡と報じられた。日本代表は過去7大会全てに出場していたが、通算成績は一勝に引き分け21敗であり、当然全ての大会でグループリーグ敗退であった。1995年大会では、 ニュージーランド代表に十7の145という歴史的大敗を起死していた。一方の南アフリカ代表はアパルトヘイトによる制裁から復帰後は、出場後大会で全て決勝トーナメントに進出し、優勝2回、グループリーグでの敗戦も一度しかなく当時、ワールドカップの最高勝率を保持していた。ウィリアムヒルによる試合前予想では、南アフリカの1倍に対し、 日本は34倍であった。試合開始直後は南アフリカがボールキープして攻め込み、日本をブレークダウンからターンオーバーを繰り返して対抗するという展開が続いたが、前半8分、日本がファーストスクラム後にペナルティを獲得し、ゴローマル歩ムのペナルティゴールで先制した。前半17分には南アフリカがモールで攻撃を仕掛け、 フランスワローがトライを決め逆転するが、前半29分には日本もラインアウトからモールを組み、キャプテンのリーチ・マイケルがトライ。得点を10対7とし、再度逆転した。しかし、前半32分にビスマルク・デュープレッシーがトライを決めたことで、前半は10対12と、南アフリカ優勢で終了した。後半戦が始まると、3分にルードデア・ハアが21分には、 アドリアン・ストラウスがトライを決めるが、日本もゴローマルがペナルティゴールを着実に重ね、28分には自らトライしたことで29対29の同点に持ち込んだ。南アフリカは後半32分にペナルティゴールを成功させ、得点を29対32としたが、コーニーウースとハイゼンが危険なプレーでイエローカードを提示され、一時退場処分となったため、 日本は数的優位となっていた。そして試合終了間際、日本は敵陣深くでペナルティを獲得。3点のゴールキックと5点のスクラムが選択でき、ヘッドコーチのエディ・ジョーンズは安全に引き分けに持ち込めるゴールキックをする、要選手たちに指示した。しかし、リーチは自身の判断でスクラムを選択。最後は、アマナキレ・レイ・マフィからのパスを受けたカーン・ヘスケスがトライを決め、 34対32で歴史的な勝利を挙げた。試合終了後、リーチは自身の選択について同点じゃなく勝ちに行くという気持ちだった。みんなもそうだったと話した。エディ・ジョーンズも今日の選手たちは勇敢なんてもんじゃない。最後まで相手に向かっていった。引き分けを選ばずに最後の PG で蹴らないことを選択したリーチの勇気を称えたいと。 リーチをはじめとした選手たちを称賛した。ノーツ、イギリスの地元紙であるガーディアンは、W 杯史上、比類のない試合、世界に波紋を広げたと報道。同じく、デイリーテレグラフは、電子版のトップで、史上最大の番狂わせと伝えた。事前のブックメーカーのオッズは、南アフリカ勝利1倍、日本勝利34倍であった。また同じく、 ワールドラグビーの公式 YouTube チャンネルのワールドカップで記憶に残る瞬間、ランキングでこの勝利を2位体に挙げている。ありがとうございます。